はいどうもプレスの T です。今日はですね、教員になるためにはっていうところでお話していこうと思います。学校の先生っていう職業はですね、テレビとかを見ているとやっぱりね、かなりブラックだというようなところでいろいろ言われたりしてるわけですけれども、高校生の皆さんからすると結構憧れの職業だったりするわけですね。まあ、っていうのも当たり前で、まあ、高校生が一番よく触れる大人って言ったら学校の先生ですよね。まあ、もちろん親御さんは除きますけど、でそうなってきた時に、なんかこの先生すごいなとかっていうところで、じゃあ自分も教員になってみようとかっていうふうに思う人いるわけですけれども、なかなかね、まあ、難しいとかっていうふうなことを言われたりとかもしていて悩んでる人も多いと思うんですね。っていうところで今日はですね、教員にどうやったらなれるのかっていうところを話していこうと思っているので、最後まで聞いていてください。じゃあ早速見ていくことにしましょう。じゃあまず教員になるためのルートっていうのをざっくりと説明しておきたいんですけれども、最終目標としては学校に雇ってもらう、これがゴールになりますね。まあ、もちろんね、公立とかだったら、まあ、そもそも公立っていうぐらいですから、学校ってそもそもなんだみたいな話があるんですけれども、ちょっとややこしくなるので、とりあえず、まあ、学校っていうのに雇ってもらうと、先生として採用してもらうっていうのが、まあ、ゴールになるっていうふうに考えていきたいんですけれども、絶対的に必要な条件っていうのがあるんですね。それが何かっていうと教員免許ですよ。この教員免許っていうのがないと学校の先生には絶対なれないわけですね。だからどれだけ教えるスキルがあっても、僕が例えば先生になりたいっていうふうに思っても教員免許がないので、これは絶対に無理なわけですよ。でそうなった時に、じゃあ教員免許はどうするんだっていう話なんですけれども、これはですね、まあ、いろんな取り方があって、まあ、1種とか2種とか細かい話はあるんですけれども、まあ、大学とかに行くことによって取れるような資格になってくるわけですね。でこういった時にですね、いろいろ教育学部とかっていうのは頭に浮かぶ人いると思うんですね。学校の先生になろうと思ったらやっぱり教育に関係しているということであれば、教育学部っていうところに行って教育の勉強しなきゃいけないんじゃないかっていう人たまにいるんですけれども、別にそういうことはないんですね。例えば数学の先生になりたいっていうんであれば教育学部に行く必要性はありません。僕の場合で言えば工学部に進んだわけなんですけれども、その工学部っていうのはね、普通にあるカリキュラムとは別にですね、教職課程っていうのがあるんですね。でこの教職課程っていうのを取ってもらえればですね、教員免許っていうのはまあもらえるわけですよ。まあ、当然普通の学部のやつとはまた別にあるわけですから、結構大変にはなるんですね。普段だったら4限目で終わるところが5限目にその教職課程の授業が入ってきたりとか、まあ、当然ですけど教育実習とかも最終的にはあったりするので、なかなか大変ではあったりするんですよ。ただまあ慣れないことはありませんよというような話ですね。でそういった話で言うと、1個だけ注意しなきゃいけないのは小学校の先生ですね。でまあ、この小学校の先生っていうのは大体教育学部とか、まあ、もちろん人文系のところでも他に教育系のところっていうのが学科があったりするので、そことかに行けば設置してある場合っていうのはあるんですけれども、結構枠がねちっちゃくなったりするんですよ。っていうのも、まあ、やっぱり小学校の先生っていうのはよりまあその精神の発達とかっていうところに重きを置いたりしてますから、まあ、言ってみたら教育のプロじゃないとなれないわけですね。だってやばいでしょ、僕みたいなのが小学校の先生やってたら、まあそれこそね、小学校の子供たちがまあメンタルやんじゃうみたいなことになっちゃうので、まあそういったところでまあある程度厳しい縛りっていうのがあったりするんですけれども、まあそれを除けばですね、中学高校とかの特に専門系のところっていうふうになってくると、まあ基本的にはどこ行ってもなれますよというような話があるので、まあそこまでねビビらなくても大丈夫です。で今話した内容っていうのは別に4年生大学に限った話ではありません。短大とかそういったところでも取れますし、通信制のところっていうのもあるみたいですね。まあ、なので結局とりあえず教員免許っていうものさえ取れてしまえば、あとはまあ皆さん同じですよと、まあ、もちろんねフィルター的なところが若干あったりするかもしれませんけれども、そこは各自頑張って突破してくださいって感じですね。でこっからが本題だったりするんですけれども、この間ですねコメントについてた話なんですけれども、ざっくり言うとですね、学校の先生になろうっていうのにそんな低い志ではあかんというようなことを言うてるわけですけれども、まあね、これに関しては、まあ、先生の言い分中でも分かるのは分かるんですよ。っていうのは、そもそも学校の先生ってのは学校の先生なんですね。これどういうことかっていうと、基本的に先生っていうのはですね、まあ世間から見れば世間知らずだっていうふうに思われてるわけですよ、世間一般ではね。で、まあそれも当たり前で、それは学校っていうまあ枠の中で入ってですね、他のところとの交流ってあんまないじゃないですか。一般的な会社に入ったら他の会社とかといろいろね、関係業者とかっていろいろと関係がありますから、まあ、そういったところでいろいろ社会っていうものを学べるわけですけれども、学校の先生ってのはそれがないと。だから世間知らずやって言われたりするんですけれども、学校の先生はそれは当然自分たちのことですから、学校の先生とはいかなるものかっていうのは一番よく知ってるわけですよ。
で、普段の学校でやってる、まあ、進路指導とかっていうのは、まあ、それこそ聞いた知識でしかないわけですよ。まあ、それは僕にも言えることですけどね。で、まあ、聞いた知識でしかなくて、まあ、それで、まあ、なかなかね、喋りにくいっていうところはあるわけですけれども、いざ学校の先生になりたいですっていうふうに生徒に言われたら、ここは俺の出番やみたいなところで、自分はどうだったかとかで、ここはぐちゃ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 いろいろとね、言いたくなるっていうのは、まあ、わからんではないじゃないですか。っていうところがあるので、少し熱くなりすぎる傾向があるっていうのは、皆さん少し割り引いて聞いといてくださいね。で、それを割り引いて考えた時にですね、じゃあ実際問題どんなもんかって話なんですけれども、前も少し話したんですけど、学校の先生にはですね、デモシカ先生というような人がいたりするんですね。まあ、学校の先生でもなっとこうかと、あるいはそれしかなるものがなかったというような人とかっていうのも、まあ一定数いるわけですよ。だから全ての先生っていうのがそんな意識高いかっていうと、別にそうではないんですね。まあ、これは当たり前の話で、どんな会社にも意識高い人もいればそうでもない人っていうのはいますし、単純に給料がもらえてりゃいいやっていうふうに思ってる人だっているわけですよ。だから、まあ、先生になるってイコールそんな意識が高くないと無理とかって、そんなことは全くないです。そもそもですね、学校の先生だって、まあ、職業の一つなわけですよ。中にはなんか特別な職業だと思ってる人もいるんですけど、そんなわけはなくって、ただの職業の一つですよ。だから、まあ、別に皆さんがどんな志でなろうが、それは勝手です。っていうところで、まあ、皆さんもね、そこまで難しく考えるっていうのはやめといた方がいいかもしれませんね。とまあね、こういうことを言うと学校の先生とかに怒られたりするわけなんですけれども、まあね、なんでじゃあ怒られるのかっていうのを少し考えておきたいんですね。学校の先生が怒るっていうのは、先ほど言った理由っていうのはもちろんあるんですけれども、教員が特別だっていうふうに思われているのは、青少年の精神育成ですよ。これがね、やっぱり大きいかなと僕は思ってるんですね。どういうことかっていうと、子供たちに接するわけですから、その子供たちがですね、健全な成長をしていかなきゃいけないと。で、そういった時にですね、やはり精神の育成っていうのを考える時に、より優れた人物像でないと先生っていうのは務まらないっていうような考え方が、まあ、一部の教員の中にはあるんですね。まあ、実際問題確かにそうかなと思っていて、僕はだから絶対に学校の先生に向いてないなってそもそも思うんですよ。で、そういうふうな時に、じゃあ自分たちがそんなに高尚なメンタルがないと学校の先生になれないのかっていうふうな悩みがあるわけですね。で、別に僕はそれは関係ないなって思うんですけれども、まあね、勉強が教えたいっていうのを考えるんだったら、僕は学校の先生になるよりも塾の先生になった方がいいんじゃないかなっていうふうなアドバイスはよくしてますね。基本的に塾の先生っていうのは成績を上げるっていうのがメインの仕事になってくるので、まあね、基本的にどういうふうに教えたらいいかっていうことだけずっと考えてればいいわけですよ。ただ学校の先生っていうのはそれ以外の仕事っていうのは非常に多いんですね。まあ一回ちょっと公務の話は一回置いておきますけれども、学校の先生っていうのは、まあ道徳とかそういったところ、授業以外のところでの生徒の接し方みたいなところって結構重要視されたりするんですね。で、これがめんどくせえなと思うかどうかですよ。この部分っていうのがむしろ大事だって思うんであれば、自分はちょっとあんまり授業っていうのはうまくないかもしれないけどっていうんでも、全然学校の先生になってもらってもいいと思うんですよ。まあ、むしろ逆にですね、教えるのにちょっと自信がない、でも子供たちと接するっていうのがすごくやりたいんだっていうんであれば、学校の先生絶対になるべきですよ。多分ね、塾の先生になると、即クビです。まあ、そういうふうなことになるので、まあ、むしろ学校の先生の方が向いてるかなというふうに僕は思うわけですね。で、こういうことを言っていくとですね、なかなかと学校の先生っていうのも難しいかなとは思うんですけれども、かなりね、やりがいがある仕事だっていうのは間違いないと思いますよ。やっぱりね、生徒の育成とかっていうふうなところって、なんかすごく難しいような話で、本当にまあ難しいところではあるんですけれども、やりがい自体はあると思います。で、まあこのやりがい搾取っていうのでは問題にはなってるわけですけれども、まあね、全部が全部そうっていうわけでもないので、皆さんもね、そういったところに興味があるっていうんだったら、まあ、学校の先生目指してみるのも一つありかなっていうふうには思いますね。はい、というところでいろいろと話をしてきたわけなんですけれども、先生といってもですね、まあ、結局職業の一つにしか過ぎないわけですよ。だから、まあ皆さんあまり深く考えすぎないっていうのが一つ大事にはなってきますね。ただそういった中で、やはりその仕事として、まあミッションっていうのはどんな職業にもありますから、こういったことをやらなきゃいけないっていう仕事って全部あるんでね。で、そういった中に一つ含まれている大きい命題としてあるのが、生徒の育成ですよ。特に精神面ね。ここの部分っていうのが学校の先生にはまあ求められているので、それがめんどくせえって思うんだったら学校の先生はやめておいた方がいいです。むしろそれがやりたいんだって言うんだったらですね、他にいろいろ大変な仕事、まあ部分もありますよ、めんどくさい部分っていうのもねありますけれども、まあ学校の先生っていうのを目指してみるといいんじゃないかなっていうふうには思いますね。まあいろいろな大変なことがあるっていうのはね、どんな職業やってもそれは一緒の話だったりするので、まあそういったところも含めていろいろと検討してみるといいんじゃないでしょうか。というところで今日はこの辺で終わろうと思います。お疲れさんでした。